こんにちは、プロドリフチャンネルです。ちょっとユニークな花、これクルクマという植物です。この花の形、よく見ると生姜をイメージすると思うんですが、こちら生姜科の植物になります。クルクマはお日様大好きな植物ですから、よく日の当たるところで管理をします。水は乾いたら、肥料は春と秋に緩効性の肥料を株元に置いてやるということです。そうするとこのように新しく新芽が伸びてきて、花が終わってくる頃には新芽が伸びて、また2番花3番花と花を咲かせてくれます。ただしクルクマはやや寒さに弱いので、冬は室内の暖かい場所で管理をします。もちろん地上部は枯れてしまいますが、球根が地面の中に残っているので、来年また暖かくなってから水やりを始めると、新芽が伸びてきて多数の花を咲かせてくれます。面白い植物ですので、ぜひ育ててみてください。